今回はですね、今投げるべき駅で秋エギングに挑戦してきました。ド定番の駅ですね。これを使って今回はやっていきたいと思います。そしてね、使うタックルは、まあ、最近ねあまり出番がなかったんですけど、動画以外のところではエギングも結構やってるんですけど、19エメラルダス、これを使ってやっています。そして浅場のシャローをね狙って今回は釣っていこうかなということでやっています。そうそう、もうね、僕最近使っているのはカラマレッティの方を使っているんで、こっちのタックルはね久しぶりに使ったけど、やっぱり張りがあって、なんていうかな、こうキビキビ動かすのにはいいかなということで、またこれはこれで楽しいですね、使ってて。エギングなんですけど、難しいことこれね何もしてません。普通に、エギングの基礎やっているだけなので、手前まで追いかけてくることが多いので、秋なんかはね特に油断大敵ですよ。5秒やって、持ってかんか。ちょっと色変えてみる。ケムライビ、投げて、よっしゃ、どうやろうな、で今回はこれエギングの、探り方とかをやっているんですけど、まずは僕はエギングで場所に入ったら手前から徐々に打っていきます。いきなり遠くへビューンって投げるんではなくて、秋なんかは特に浅場なんかにいることが多いので、もう手前から徐々に徐々に、探っていく感じです。手前を打ったら次は、まあ、真ん中らへん、次は遠くといったような感じですね。でこの季節なんですけど、特にロープであったりとかにイカって結構ついたりとかもするんですよね。なので狙い目なんですけど、ただ漁師さんのね、なんていうんですか、ロープとかになってくると思うんです、漁港だと。なので十分にそこは気をつけてやってください。もう自信がないとか、そう少しでも不安と思うなら絶対投げない方がいいです。もうまあまあ引っかかってるのを見るんでね、知り合いの漁師さんたちとかも、まあ結構エギ引っかかってくるわって言ってたので、はい、気をつけてください、そこは。でこの季節のエギングだともうね回遊になってくると思うので、一箇所でねアオリイカがここが釣れるといった自信のあるポイントだったら、そこで粘るっていうのももう全然ありだと思います。いつかは絶対回遊してくるんでね。
と村地で打っていきます。来たよ。来たよ。よし、来た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 。よし、来た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 。あおりや。あおりあおりあおり。よし、来た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 。よいしょ。オッケー。はい、あおり。あおりゲット。よいしょ。ハチとの戦いに勝った。で、まあ、イカをゲットということなんですけど、これね、イカを救うときは頭から救ってやってくださいね。これ僕なんで、足の方から救ったかって言ったら、蜂がもう本当にブーンって飛んできてて、めちゃめちゃ危なかったので、もう焦ってね、もう、イカよりも蜂、気取られてましたよ。はい。なので、救うときは頭から行ってやってくださいね。僕のこれはダメなお手本です。そして、この季節は、こうね、護岸を歩いていると、これ分かりますかね、今アオリイカがエギにアタックしに来てるの。イカパーンチして逃げていくっていうね、こういった秋ならではの楽しいこともあるので、ちょっとね、探ってみると面白いと思います。で、次は萌え萌えグリーンですね。これのエギを K タイプのやつで探っていこうということで、これね、おそらく僕入っているところがアオリイカの回遊ルートなんですよね。ここっていうのは、そのなんというかな、もう子供の頃から僕ずっとしていて、もう何年ぐらいだろうな、20年ぐらいになるのかな、ずーっとね、変わらない、何一つ変わらない。唯一変わったのはエギングのタックルとかエギとかから進化したのは、しゃくり方とかエギのルートとか何も変わってない。これはね、もうずっとやってきたから言えることであって、全然変わらずに、なんて言うんだろう、通っててくれる感じがしたので、ここはもう毎年必ず僕は狙っているところなんですけど、なんでここを狙っているかって言ったら、ここね、身筋があるんですよね。そういったところっていうのはやっぱイカの回遊ルートになるので、ぜひとも、ブレイクであったり身筋とかっていうのはちょっとね、狙ってみると面白いかなと思います。ほんまね、子供の頃からずーっとやってるけどね、ここは毎年秋は必ず入ってきてくれるところですね。はい。まあ、なので、手元しかちょっと映せないんですけどね。食った食った。うん。ちっちゃい。イカがエギを抱いて持ってないけど、ちっちゃいね。そこついたら、こんな感じで今回はエギングを楽しんでみました。秋のエギングですね。アオリイカも高活性で、エギング初心者さんにはめちゃめちゃ釣りやすい季節となると思うので、ぜひともね、皆さんもエギを持ってで、エギング行ってみると楽しいと思います。いいことあるかもしれませんよ。ご視聴ありがとうございました。